こんばんは、プリッティです。ですね、昨日ちょっと困ったことがありまして、家帰ってきてさ、お風呂入って、で、出てきた時、スマホテーブルの上に置いてたの。取ろうとしたらポロンちゃって、落ちちゃってさ、そしたらもうネット繋がんなくなっちゃったの。これってもう3年ぐらい経ってるから、修理よりも買い替えた方がいいかなっていうことで、まあそれは自分の不注意でしょうがないと思うんですけど、でもどうすんのよ。おばちゃんが今まで集めてきたエロ動画って、いや、おばちゃんクソですか？いや、でもみんなに言いたいのよ。いや、どうすんの、ほんと。おばちゃんが集めてきたエロ画像だ。いや、おばちゃんは一回死んだ方がいいですか？いや、おばちゃんの数々の財宝がもう一瞬で失われました。で、いろいろ見てたんだけど、新しい iPhone とか買えません。だって20万ぐらいするんでしょ？高いわ。おばちゃん出せない。だから多分今回、おばちゃんがね、狙ってんの？Google、ピクスって言うんだっけ？ピクルス？今わざとですか？バレましたか？いや、疲れてんの、おばちゃん。いつもだったらもう爆笑をかさらってるわよ。それでね、7A とかだったら、5万ちょいで買えれるんでしょ？どうしようかなって考えてる。もうそんなお金ないしさ。もうちょっとしたらさ、あと3週間後、ボーナス入るんだけど、支払いあるからおばちゃんボーナスほとんど使えないもん。使えてても4000とか5000。自分で言ってて悲しくなるわ。でもしょうがないからさ、Google ピクルス買おうかなと思ってんのよ、7A。で、8A っていうのもあるんだけど、ほとんどなんか性能変わらないからさ、7A と 8A 何が違うのと思って、いろいろね、検索してみたんだけど、ほとんどなんか変わらないっていうような人の意見多かったから、そんだったら 7A でいいかなと思って。5万ちょいだったらさ、なんとか、お昼抜いて、あと家帰ってきた時のカルピスね。カルピ抜けばさ、マミーとか、乳製品好きなのよ。特にお風呂入った後。幸せになるじゃん。いや、でもそのね、幸せを失ってでも、やっぱりスマホないとさ、生活できないでしょ。仕事でもね、社長に行ってみようかしら。無理だけど。社長、新しい車新調したじゃないですか、って。いや、それ言っても無駄だな。いや、しょうがない。ちょっと苦しい生活。いや、もう、やっとさ、支払いとか終わってさ、4,000円ぐらいはさ、好きに使えるかなと思ったけど、そんな自由もないわ。多くもね、夏のもの揃えようと思ったけど、それも買えなくなっちゃった。あとね、今度買ったら、おダサだと思う。この年でね、それするとおダサだと思うけど、今度は首から倒そうかなと思ってる。ぶら下げて。じゃないともう、何べんも落としちゃうんだもん。いや、おばちゃんね、だから長財布とかも持てないのよ。今まで何個、もう長財布に憧れてんの。でもいつも落としちゃうの。今まで一度も持ったことないわよ。いつも折りたたみ。いや、でも今回もしょうがないかな。いろいろ考えたんだけど、やっぱり、また落とすでしょ。いや、もう、決定事項だから、だからもう首から下げようかなと思ってる。一番問題なのはしゃがんだ瞬間なんか物にガンでぶつけることね。おばちゃんさ、歩いててさ、よく道とかにさ、植物生えてるところとかあるでしょ。大概の人ってみんなさ、避けれるじゃん。おばちゃんなんか知らないうちにぶつかってたりするね。で、腕とかさ、ひっかき傷とか作っちゃって、あれ痛いって。そういう人いるでしょ。家の前とかにさ、なんだろう駐車禁止の看板とかさ、立ててるところとかあるでしょ。意識してないで歩いてるとさ、よく当たんのよ、ああいう看板とかに。だから、ね、スマホぶら下げてても安全じゃないと思うのよ。セキュリティをね、万全にするためには、まず、首からぶら下げて、あと、衝撃にも強い、なんかそういうカバーかなんか買おうかなと思ってんの。あと、Google Pixel って水に、ピクセルちゃんと言えちゃったな。言えるの割れちゃった。いやー、甘いわね、爪が。ごめんなさい。いや、ごめんなさい。今日はできる女じゃなくてごめんなさい。それでね、水とかに使っても30分がどうのこうのって説明書に書いてあったの。30分ぐらいだったら持つってこと？よくわかんないけど。防水機能とか高そうだからさ。いや、もう今回無理して買うことになると思うんですけど、でも買ったら買ったで、本当に落としたりぶつけたりするのよ。みんなどうしてんの？みんなってなんか落としたりしない？おばちゃんなんかもう、無事で、
スマホ、なんていうの、まあ、なんていうの、2、3年持ち続ける自信ないんだけど。みんながどうしてんの？カバンの中に入れたまま、何あの、ずっと、何あの、ガムテかなんかで手にくっつけたりしてんの？よくわかんないけど。みんなちゃんとさ、2年とか3年持ってる人、おばちゃんの周りもいっぱいいるね。え、なんでそんな持つのって言ったら、え、逆になんでそんな落とすのって言われる。だって手に持ってたら落ちるものじゃん。いや今回買う子は、ちょっと延命させてあげたいなと思ってる。うん、おばちゃんのような、なんか広い、もう悪人ですよ。スマホから撮る、あの、すると。え？あのババアに買われんの？私。え、またボロクソにされんでしょって。噂聞いてるわよ。だってスマホの中でも、おばちゃんのことは噂になってるんですよ。すぐ、ね、落下させられるって。おばちゃん、すごいのが、あの、代々木公園とかでさ、元カノと遊びに行った時さ、公園でさ、そのまま、あの、家帰って、朝起きるまで、スマホを忘れてることにね、気づかなかったね。だから使わないときは使わないんだよね。あとね、ラーメン屋さん食べに行ったとき、世田谷で。そこのラーメン屋さんのさ、あの、看板のところに、あの、縦看板あるじゃん、お店の前に。そのね、上部のところに置いて、財布出そうと思って、で、ラーメン食べて、ああ、美味しかったねって言って、スマホそのまま忘れちゃったのよ。で、その時ね、まあ、2年ぐらい前かな。ボロボロのスマホだから誰も持ってかれなかったのよ。朝気づいて、あ、どうしようと思って。で、会社に連絡して、あの、家からさ、電話してさ、これこれ、あの、スマホ置いてきちゃったんで仕事にならないんで取りに行っていいですかって言ったら、え、どこに置いたのっていうか、ラーメン屋さんの看板の上だと思いますって言ったら、いや、多分持ってかれるって、あ、いや、いや、多分あると思うかもしれないって言われた。もう会社の人も知ってんのよ。ボロボロだ。いや、今回のスマホ、あのね、あの、Google Pixel で撮った写真とか動画アップしてあげて、どれだけおばちゃんがね、スマホに罪を働いてきたかっていうのがみんなわかると思う。本当にひどいから。引くと思うよ。それぐらいね、スマホには多分ね、スマホのもう業界では、なんかもうおばちゃんには買われたくないと思ってるの。だから今回だけはね、あの、買う子は、ちょっと大切にして、もう過保護にしていこうかなと思ってます。それで中見たら見たで、汚染されてるでしょ。もうぶっちゃけエロいのばっかりさ。スマホ自体もそんな人間に買われたくないでしょ。もう中も外見も怪我されるわと思われてると思う。各スマホにはね。でもごめんなさい。好きなの、そういうの。疲れた時、こそっと見たいの。ね。うん。それだけは。もう、本当に皆さんごめんなさい。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら？